新2回生の皆さん、はじめまして。私たちは立命館大学体育会です。2021年度体育会委員長を務めます久留恵子です。2021年度体育会企画部長を務めます中田光介です。立命館大学体育会には62団体2000人を超える体育会員がいます。応援していただいている方々への感謝の気持ちを忘れずに日々努力しています。今年度の体育会スローガンはワンフォアアール結束せよ R の選手たちです。新型コロナウイルスの影響により苦しい今だからこそスポーツの力で結束しましょう。立命館大学体育会には皆さんと結束できる機会がたくさんあります。春と秋に行われる硬式野球部の同志社大学との伝統の一戦である立浪戦、毎年プロ選手を輩出する硬式野球部にはたくさんのスター選手がいます。去年は無観客の開催でしたが、今年は皆さんとたくさん応援できることを楽しみにしています。また秋にはアメリカンフットボール部の KG 戦、去年僕はこの KG 戦に参加してすごい迫力を感じました。ぜひこの感動を皆さんと共有したいです。他にも多くの部活を応援できる機会がたくさんあります。みんなで R の選手たちを応援しましょう。いざ超えたからか2段から我らが応援かグレイターリッツメグレイターリッツメ、ぜひ応援お願いします。新型コロナウイルスの影響により、この1年間は誰かと喜びや感動を共有する時間が少なかったと思います。体育会は皆さんにパワーと感動を与えることを約束します。最高に熱い大学生活を一緒に送りましょう。みんなで一つにワンフォーアール。